どうもタブヤンです。ウィニングイレブン2014セレッソ、ここまで来ました。上位対決にこぎつけました。現在2位の名古屋グランパスをアウェーに乗り込んで倒したいと思います。スターティングメンバーこちら。本日のマッチは J リーグディビジョン1第11節名古屋グランパ ス、ケネディ、玉田、レイゲ。レイゲって誰？玉田、ケネディは怖いね。ヘディング強い。そして343の攻撃的布陣、田中マルクス、トゥーリオキャプテンが、ね、いて、楢崎誠吾、いやー強烈だね。ポゼッションサッカーしてくるか。このスターティングイレブンです。名古屋グランパス、スタメン先に見ましょうか。こちらで、いや、そうそうたるメンバー、さすが2位ですね。そして我がチーム勝者はどちらなのか。いつものメンバーで山下センターバックに戻ってきました。本来レギュラーね、ちょ調子が悪かったんでベンチ外だったけど、こちらでもう一度見ましょうか。今回はそうだね、442でね、ポゼッション勝負しようじゃないか。さあ、間もなく試合です。アトゥーリオさんだね、日本代表。さあ、勝った方が首位の浦和レッズにね、一泊できる。第11節大切な試合、トゥーリオからのロングボール。あ、ケネディがヘディングか。少ないチャンスをものにするという試合展開になると思いますね。ホルランかわして、おい、かわしてスルーパス狙ったけどね。よし、自分で取りに行く。ホルランスローイン、マイボールじゃないのか。ホルランムタ、前半から飛ばして、中村、おお、ここ田辺、スライディング、ナイス、ファウルですよ。山下いいですね。山下戻ってきました。おっと、ちょっとやりすぎだね。前半7分経過、そろそろ8分です。今いいパスですね。スルーパスのチャンスだったけど、タイミングが逃したね。ハーフナーニッキーって誰だろうね。知らない選手が多くてごめんなさい。いいカットですね。私が知らないだけでね。うわっとしたボール、山下、いやー、そこをつな、まあ、いでね、この攻防、期待からパスカットも致し方ない。中村直史選手、サポートする選手をレイゲ待ちます。右サイドはこのレイゲ、なんか体がでかい、ボディバランスのある選手だね。チャンスでしたが取られてしまいました。ただ柿谷しか今いませんでした ね、 いいですね。通量トラップ大きいよ、チャンス。長谷川戻ってきました。レッドカードがあったからね。いや、くるっと回ってケネディのとこ、パスは通りません。滝谷走る、あそこダメだ、ね、ボールを奪います。おい、トゥーリオ上がってくるのか。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ここまで両チームよし、山口ナイス、慎重なゲームの入り方だなっていう印象はありますよね。さあ、失点は避けたいからね。つなぐことができませんでした。ハーフナー日記、いや、これフォワード疲れるよ。奪われると危険な位置。トゥーリオのとこちょっと取りやすい、なんか取れるチャンスあるよ。鎌田、なんかボール持つ感があるからね。ここおっと、ここでファールがありました。ファールだって、山口のとこイエローはないね。中村直史選手、いやー、それが鎌田のシュート怖いよ。あ、打ってきた、ループシュート狙ったか鎌田。ここヘディング高いよね。名古屋の攻撃パターンか。これは取られます。ヘジス、小川、ナイスカット、スローインです。戻って、戻って、とっすぐ始めてきた玉田のとこ、一人行かないと。このチャンス奪われてしまいました。オッケー、山口、試合も中盤に差し掛かっていますが、未だ両チームにゴールはありません。ホルランのキープ力でスルーパス、ちょっとタイミング合わなかったね。秋田にいとこ、トゥーリオのとこ取れる、あー
ちょっと怒ってるよ、トゥーリオ。ここ。いや、書きたいに対トゥーリオ。その後、トゥーリオちょっと寄ってきてたよね。ナイスヘディング。さあ、中央。トゥーリオへ。そこプレス行くんだよね。アフナーニッキ。なんか攻撃と守備が逆転してるけど。中村。ボール、おお。激しい体の当て合い。このボール争い。いやー、そこ通るか。いい形ですよ。やべえ、ダメ、戻って。ナイスカット。よし。よし。アブヤン攻撃に参加できてないからね。2人で行くよ。2人で行く。滝谷へ。逆サイド。アーリアジャス。バールを取られます。何？バール？いや、流して欲しかったな、そこ。ずるいよね。アーリアジャスール行ってたのに。これはショートパスでつなげばいいんじゃないか。前につないでいきます。いや、タブヤ走らせるか。南のパスを受けて中央へロングきた。いや、集中力いいですね。あ、ケネディにキープされた。さあ、カウンター気をつけて。カウンターを仕掛けます。人数は足りてるよ。1人行こうか。よし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 。レイゲちょっと選択を誤ったな。目まぐるしくケネディ、うわ、そこスルーパスか。ゴール。ケネディのスルーパス来ました。玉田1対0。ケネディパスも出せた。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。ここちょっとレイゲが選択を誤ったなとか言ってられて、ここが爪が甘かったね。ここ玉田のとこ、エリア内でフリーにしてはいけない。いや、これで点を取りに行かないといけなくなりました。さあ、名古屋先制ゴールを決めました。1対0。いい時間帯でゴールできましたよね。終了間際で点を取れることによって、はい、一度リセットされたとしても相手にまたペースをつかまれることがないですよね。ちょっと戻したいね、ここ。ね、前半終了間際で点を取るというのは、ロングシュート勝つ確率も上げますからね。キーパー弾いて、はい、もう一回とボールは玉田に取られた。ナイスディフェンスです。山下。さあ、時間はもうない。おっと、そこ飛び出してキック。危ない危ない。さあ、もう時間はありません。ここでもう1点取られるわけにはいかない。さあ、笛が鳴ったところで息もつかせる前半が終了します。前半から得点が動いています。前半ビハインド支配率 59%。 これはフォーメーション変えよう。セレッソとしては前半の半ばぐらいまではね、もう3トップでいこう、うん、失うものはないですけど、ね、そうですね。結局先制されてしまいましたね、はい、後半はまずさあ攻めるぞ、ペースを握っていくことでしょうね。フランパス相手に打ち合いだ。後半選手交代はあるのか、システムの変更はあるのか。システムの変更はありますよ。ではこの後も試合をお楽しみください。ほら、あの滝谷、あ、山口ナイストラップ。後半がスタートしています。でも左サイド右サイド走り込むことによって中央が開くからね。相手3バックですからね。こっち攻撃3人だから長谷川そこまで持っていければね。カット。あ、ただそこの前に試合を作り込めるかどうかだよね。スルーパス、いやー危ない。クリアでいいよ。クリアですね。山下大活躍。本来レギュラーだからね。いい展開ですね。チャンスですね。ここ、いや、前に行かないと。うーそうでしょ。ゴー。これが上位チームの実力か。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。オフサイドじゃないんだね。そこマークが甘くなってしまいましたよね。 VAR いないんだね。パスポジショニングも良かったですけどね。いや、このニアでキム・ジンヒョンも、それはニアは厳しい。シーズン5ゴール目となります。さあ、2点のビハインド。さあ、名古屋着実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。南のそこ頑張って、ここも走って走って、ケネディへ。ケネディ、ここここで奪われます。真ん中、いやー、奪います。早いね、潰しが。
よし、ここも来た。これチャンス。さあ角谷、いや一旦キーパーに戻します。前から前から、ここはディフェンスです。ホルダーいいところ、いや球離れ早く、ね、相手のプレスも早いからね。奪います。どんどん行こうぜ、中央突破だぜ。ホルランです。角谷へボールが渡る。見てますか、シュート。いやーまだある。ハーフナー日記の壁、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。自ら持ち込んでコース見つけて打ってきましたね。さあここ行こうぜ、はい、こういう積極的なプレーは個人的に好きですね。ハーフナー日記でかいな。なるほど、パンチング、なんか危ないですよこれ。うん、これは拾われます。渡ります。セッタリング、なあキーパー直接処理しました。さあ早めに1点取らないと勝負にならないぞ。いや先ほどゴールを決めている、ケネディのヘディングで落とすパターンね、つながりません。あーコーナーになってしまった。コーナーキック、いや3点目入れられたら終わっちゃうよ。ボールはシュート、シュートでしっかり終わられる。救われました。名古屋グランパス死角なしか、はい、もうちょっと早くサポートしていかないと崩していくのは難しいと思いますね。なるほど、選手交代もあるか。ホルランのとこ、よし勝った。ホルラン受けます。サブヤンフリープレッシャーかけてますね。ハーフナー日記の勝負、ちょっと下げすぎた。しっかり寄せてますよね。いやそこ無理だ。サイド開きましょう。柿谷ホルラン、あもうギリギリクリアっていう感じですよね。どんどん行こう、どんどん行こう。さあパスを受けて、ここうーん攻め込んできました。奪われます。オーバーリアクションなのエリア内でPK もらおうとしてるよねよく取りましたね。さあ一気にカウンター、カウンター来てる。よし取った、2人で奪いに行きました。ホルランが そっち欲しかったか、縦に縦に一発欲しかったか。ケネディ、いやケネディ一、ま、人剥がされた、危ない。長谷川打ち合いだ。ホルランタブヤン合わないよ。よしカウンターのチャンスになります。誰がいるか真ん中、ちょっと孤立してますよね。ゴールに向かっていく、いやクリアします。ホルランが追いつかない。あこっちのホルランのファウルか、あ長い剣勇までいるんだよね、スピードスター長い。縦にボールを送ります。いやそこじゃない、しっかりあもらってきて。ホルランいいパス出ましたね。柿谷あチャンスですね。いやタブヤンに合わない。ここクリアします。ダイレクトで山口どうする。山口ホルラン、さあシュートに行けるか。ホルラン、あートゥーリオか。奪われます。爪がいいよね。カウンターですね。玉名を前に走らせるな。よし山口、このボールは繋がりません。あー相手ボールか、くー厳しい試合。ここで選手の交代があるようです。選手交代、ベンチの判断遅かったんじゃないでしょうかね。あ柿谷アウトで長いね。ただまだ時間があるのでプレーを見せてほしいですね。南野走れ、よし縦にボールを繋いでいきます。タブヤンに中途半端なプレーで相手にボールを奪われるとカウンターされてしまいますからね。やばいよこれ。でもこっちも守備は度外視でシュート球だ。まだありますね。タブヤン走れ、自分でキープ。カウンターでしょ、ここあ邪魔長いにスルーパス出したのに。中村ケネディへフワッとしたパスが繋がるでしょうか。いやここ頑張れ山下、ゴール出すな。うーんカットされました。よしつなげ、さらに前に行きたい、してナイス。さあボールランへ、そこじゃない。中村もうロスタイムは3分。ケネディ、ケネディのキープ力は、まあ、ここはすごいですね。来たタブヤン、カウンターを仕掛けます。いけ、出ましたね。裏に走る、さあボールが抜ける、ボールがつながる。これは取られてしまいます。これ取れる、これ危ないですよ。よしホルラン、ホルラン決めた。急げボールを拾え。ホルランそんなことしてる場合じゃない。後半ロスタイムです。もう1点、もう1点。
ここタブヤンの粘りね。7ゴール目となります。山口が落としてこクリアミスだよね、ハーフナー2機の。ただもう時間はほとんどありません。ロスタイムもない。もう1点長い長い笛が吹かれました。ここまでか。試合終了です。名古屋グランパス強かった。セレッソ勝ち点にこだわっていきましたが敗れてしまいました。前半で勝負がついてしまったか。上位対決ゲームはもちろんゴール前のスリリングな展開も、ね、敗れてしまいました。局面がどんどん変わっていく面白さはサッカーの大変ですよね。まあ1失点はハーフナー2機のせいだけど ね、 いやケネディ様だ。そろそろ放送時間も少なくなってきました。ボールキープできてね。本日の試合解説には北澤剛さん、強かったです、七海博さんをお招きしてお送りいたしました。お二人ともどうもありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。さあ順位表確認していきましょう。なんと浦和が敗れたのかな、引き分けかな。名古屋グランパスが首位に立ちました。セレッソ3位キープですが鹿島と勝ち点が同じ。もう一度戦う機会があるはずですからね、名古屋グランパス。次回はリベンジしたいと思います。それではまた、さよなら。